ってしもうた。すぐそこにおったのに。お主。うん。おお、忍殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。女の僧者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。ああ、呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちに、すっと霧の奥へ去ってしもうたわ。そういえば、父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。さて、この先はなんとも濃い霧の森を、あの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。ああ、霧の奥であの調べが呼んでおる。今決しさ、狼殿、よくぞ参られました。酒を。あら、これは猿酒ではありませんか。何がおかしいのだ。まずはいただきますね。お猿、私は猿には何かと縁深いのです。猿と。はい、何せ私は猿に拾われた子です。信じていませんね。幼き日、戦場後に一人、私は呆然と立っていました。何も、泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿がか。はい、それはうまそうに、恨めしいと思いました。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切な猿だ。まことに親切な猿でした。お盆の眉間の島、
戦況に至るだ。よう、旦那、また飽き。あ、旦那。よう、旦那、また飽き。じゃあな、旦那。さあ、じゃあな、旦那、戦場あさりのための人で頼みます。でかく毎度さあ、じゃあな、どん。